1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1番の川上、そして4コースから4番北川、この2人がわずかに好スタート。1周1マークは3コースから3番の寺田、まくりに来ますが届きません。逃げる1番川上と打ちをついた2番孫崎の争い、差しが届いた2番の孫崎がここで1番の川上をかわします。一定身ほどリードを取りました。スタートは前提正常、その後ろは内から4番北川上がってきまして、外につけるのは3番の寺田、2マークは2番の孫崎がトップで丸も、ちょっとターンは流れ気味、内から2人差を詰めていますが、4番北川、1番の川上、ここでは2番争い、なんとか踏ん張った2番の孫崎が先頭、リードはここで2点進です。一方2番手争い、内をついては3番の寺田が差を詰めてきました。2周1マーク、外を4番の北川がだいぶターン流れてしまいました。ここで2番手には1番の川上に、内から今度は3番寺田が差を詰めてきました。さあぐぐっと内から上がってきた3番の寺田、一気に1番川上のインコース並んできました。2番手争いは2周2マーク、ここは内から3番の寺田が先に丸、その後ろ競りかけてアタックは5番の鶴本、さらには6番の豊田で一気にここでもつれまして、